防衛装備庁は2023年12月1日、研究開発を進めている未来の大砲とも呼ばれているレールガンを、海上自衛隊の試験艦アスカに搭載して10月17日に洋上射撃試験を実施した際の動画を YouTube の公式チャンネルにおいて公開したよ。また、12月5日には11月に開催された防衛装備庁技術シンポジウム2023における資料も公表し、日本におけるレールガンの研究開発が新たなフェーズに入っていることを明らかにしたぜ。さて今回は次世代の大砲と期待されているレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛装備庁技術シンポジウム2023とは、防衛技術指針2023と防衛力の抜本的強化につながる研究開発についてとの副題が付けられている。現在防衛装備庁で研究開発を進めている将来防衛装備品の研究開発の成果を発表するシンポジウムで、電気エネルギーによって弾丸を放つ電磁砲として次世代の大砲砲とされるレールガンの日本における研究開発試験が、開発を断念したと見られているアメリカを超えて、世界をリードする段階に進んでいるとする結果が公表されたことで注目を集めているんだ。レールガンのその原理は、平行に設置された2本電極棒のレールの上に小さな金属の玉体を乗せ、瞬間的に大きな電流を流すことで発生する電磁力によって金属弾体を射出するという極めて単純な構造で、強大な磁場を発生させることで起こる電磁気力ローレンツ力で弾体を射出するいわば電磁砲とも呼べる砲だな。発射される弾体がミサイルよりはるかに安価であるという利点があるほか、これまでのように火薬を使用して発射する弾丸よりも高速に射出することが可能で、かつ射程をはるかに長くすることが可能となる利点があるぜ。防衛装備庁が試験中のレールガンは総重量8トンで、大きな電源部と方針部電磁加速装置で構成されていて、方針となるレールの全長は約6メートルで口径は40ミリメートルと小さく発射される弾体も小さいね。現在の火砲と比較してみると、陸上自衛隊で最も多く運用されている榴弾砲 FH70 の方針長は約6メートルでレールガンとほぼ同じながら、口径155ミリメートルなんだって。また海上自衛隊の最新鋭多目的フリゲート艦最上型護衛艦やイージス艦であるアタゴ型護衛艦、秋月型護衛艦などの主力護衛艦に搭載されているンク45単装砲は、砲身長が約7メートル、口径127ミリメートルであり、これらの火砲と比べると、レースルガンはその砲身の長さに対して口径がとても小さいことがわかるな。この長く小口径の砲身から、弾体を秒速2297メートル約マッハ7約8568キロマイジの超音速で射出することが可能で、これまでの火薬を用いて射出する火砲の砲弾初速が秒速800メートルほどであることを思えば段違いの射出速度を持っているぜ。砲から発射される弾丸の威力は運動エネルギーにして重量×速度の2乗で算出されることから、レールガンの破壊力は弾体サイズが小さいながらもかなりの威力を有しているとされているよ。さらに超音速で射出される弾体の射程は格段に長く、火薬式火砲では通常弾の射程が20から 30km 程度であるのに対して、レールガンでは150から 200km すると言われているね。しかしながら、レールガンでは砲身となる電極棒との接触などによってエネルギーの損失が大きいぜ。その損失を補うために非常に大きな電力が必要とされ、巨大な電力供給システムが必要となる欠点があるほか、超音速に加速するための距離を確保するには強大なレールが必要となること、レールの摩擦電気抵抗耐熱限界などの点において物理的かつ技術的な制約があることなどが欠点として挙げられているわけだ。レールガンにおいて連続射撃を実施する際に大きな問題となるのが弾丸と接触している方針レールが摩耗して損傷することによる、弾体の初速が低下すること、つまりエロージョンが発生することであり、このエロージョンについては、過去のレールガン研究において、弾体が発射される際の初期位置の周辺のレールの損傷が特に激しく、撃ち続けるたびに初速が低下してしまうのをいかに解決するかということが課題とされていたからな。
この課題の解決策として防衛装備庁では、方針レールの素材と電流の流し方の2点において研究を進め、この2つを変更することによって、エロージョン問題を克服したというよ。方針レールの素材については、これまで導電性が高いことや加工のしやすさから主材料として銅を方針の素材として使っていたのであるが、これをさらに導電性が高くかつ摩耗に強い素材に変更することで克服し、さらに電流の流し方についても変更を加え、瞬間的に大きな電流が加わることがないような放電方式を開発したとしているね。このことによって弾体の射出前の初期位置付近で発生していた、弾体の初速を低下させる顕著な損傷を抑えることが可能となり、120発の連続射撃実験では全ての弾体の初速において秒速2000メートル以上を記録して実験に成功したとして、防衛装備庁は新たな対策を施したレールガンによって、弾体を安定して高い初速のまま連続射撃を可能にするという目標が達成されたとして、防衛装備庁技術シンポジウム2023で公表した資料の中で明らかにしているよ。防衛装備庁ではこのレールガンの将来的な用途として2つのシナリオを書いており、そのうちの1つは、従来の火薬を用いて砲弾を射出する火砲よりもレールガンがはるかに長射程であり、かつ高い威力を発揮することを活かし、中国やロシアがすでに運用していて対空ミサイルによる撃墜が困難とされている極超音速誘導弾を撃墜するための兵器として運用することだな。そしてもう一つの用途は、敵の艦艇や地上目標を攻撃する際に、現在は長射程の巡航ミサイルによる攻撃しか方法がないのに加えて、長射程と高速、そしてレーダーに捉えられにくい小さな弾体を活かして回避困難な打撃として活用することにあるとされているぜ。これらの用途のために現在運用している対空ミサイルや巡航ミサイルはいずれも製造単価が超高価であり、限られた防衛予算の中でそれらを大量に製造購入して保有することが難しいんだよね。仮に日本の防衛費を現在の GDP の 1% から 2% に引き上げるなどして、大きく引き上げたとしても保有在庫を一気に増やすことは難しく、レールガンの弾体がはるかに安価であることも日本にとっては大きなメリットとなるんだ。しかしながらレールガンの弾体は、長射程のミサイルが持つ誘導能力を保有していないため、遠距離で敵の誘導弾を撃墜することは難しく、自衛隊においてはこれらの防空兵器においてはそれぞれの利点を活かして多層的に運用する構想があると見られているぜ。これまで世界でレールガンの研究開発を進めているのは日本の他にはアメリカ、ロシア、中国、欧州連合、EU、トルコ、韓国で、アメリカ海軍ではこれまでに多額の研究開発費と数十年の時間を費やしており、2020から2025年頃の実用化を目標として BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社がプロトタイプを開発して試験が実施され、2014年4月2016年中にスピアヘッド級遠征高速輸送艦にレールガンの試作機を搭載し洋上での実証試験に入るとまで発表していたのであるが、2022年度の軍事予算にはレールガン研究開発費が盛り込まれていなかったことから、開発を断念したものと見られているってわけだ。その情勢の中で、トルコがすでに兵器に応用可能な電磁砲の開発に成功していて、国際防衛見本市でなどで販売していることが伝えられているが、その性能など詳細は不明だな。防衛装備庁では今後、今回の発射機の開発から兵器として使用するためのシステムの開発に移行していくものとみられ、長射程であることを活かして敵の兵器の射程外から攻撃するスタンドオフ防衛能力兵器としての開発が完了し、抑止力としての貢献が待たれているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。